はい、皆さんこんにちは、今日2つ目のお話はこれでございます。財天という月刊誌があるのを皆さんご存知でしょうか。マイナーな雑誌なんですけど、企業のいろんなスキャンダル、よろしくない話ですね、そっちを専門にやってる雑誌でございまして、実は私もここに原稿何回か書いたことがあってですね、おなじみといえばおなじみで、それが縁でですね、毎月こう読ませていただいてるんですね。面白いですよ、これ本当に面白いですよ。普通の週刊誌が取り上げないような企業の内部情報というものをいっぱいこう出してましてですね、そうですね、企業専門なんで財界の話とか、あるいは政界の話もよく出てくるんですけども、まあでもその、スキャンダル雑誌といえばスキャンダル雑誌ですね。今残っている珍しいもので、でいろんな情報があるんですけども、まあ一応そさーっていうので面白いなと思ってるけども、それが実際どうなのかっていうのはまた別の問題にしまして、で今日ですねお話ししたいのはこの中のこれですね、芸能裏情報というのをございまして、いろんな芸能界の話、ロンドンブーツの話とかですね、吉本ですね、吉本の話とか、ジャニーズの話とか、やたらさらさらって書いてあるんですけど、こういうところにね、さらっと書いてあると、記事の中にこう、うわっというのが時々あるんですよ。で、私が今日見つけたのはですね、これですね、新聞が売れない昨今、某スポーツ新聞は200人のリストラを始めた。退職金は4000万円という。ただかつては高給取りでプライドも高い人たち、今後給料が上がる可能性は限りなく低いというのに、辞めようという人が少ないとか、ちらっと書いてあるんですけど、さらっと書いてあるんですけど、4000万円ですよ、今時ね、早期退職だって4000万もらえる企業はそうありゃしませんよね。で、皆さんお分かりかと思いますが、スポーツ新聞って大体大手新聞の系列なんですよね。だからその新卒でスポーツ新聞に行く人もまあいるのかもしれないけど、僕今57歳ですけど、その僕らの時代って大概その大きな新聞社に入るわけで、朝日とか毎日とか読売とかね、でそこの系列のスポーツ新聞で回されちゃうわけですよ読売だったら放置とかって、お前スポーツ系とか言われて、でまあそこに転籍みたいになってずっといるような人たちですよね。だから我々の時代にまだネットなんて全然なかった時代に就職活動して新聞社に入れたって言ったら、もうそれはものすごいことなんですよね。まあエリートですよ。多分だから私は同年代の朝日新聞の社員なんて東大卒しかいないんじゃないですかね。私は同志社大学っていうところ出てますけど、どうでしょうね、同期で朝日に行ったやつなんてもう聞いたことないですね。読売は何人かいたかもしれないですけど、まあ、それくらいのエリートな連中で、それがたまさかですね、まあなんかのね、人事のあやでですね、スポーツ新聞に転籍して、で、私みたいに57歳くらいだともう定年見えてますよね。それが4000万円あげるからやめなさいって言われても、やめないんだって。やめろよ、お前だと思いますけどね。その、あと3年経ってね、僕は57歳ですから、あと3年で60ですよね。僕はもうサラリーマンじゃないですけど、3年後にその新聞社の業績がどうなってるのかって考えたら、そんなもんもうズタズタでしょ。だって私だってその某有刊誌にコラム書いてて思いますけども、この何年間かのこのこうですね、だん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 こう落ちていく様っていうのを見てると、本当にもういたたまれないものがあって、いや紙はダメだなとこう実感をしてるんですよ。でそこにね、あと2年3年5年6年しがみついて何のええことがあんのと。で退職金っていうのはほとんど税金かかりませんからね、特に4000万ぐらいだったらほぼかかんないはずなんですよ。それは人によって計算方法が違いますけども、でもね、まあね、プライドの高いっていうのはよくわかります。僕全然プライド高くないんで私はまあこの年までいなかったでしょうけども、もし仮にいたら入って4000万もらってやめますけどね。まあ、そういうね、さらっとした話がこの雑誌に書いてあるんで面白いなと思って今日も読んでます。はい、皆さんどうもありがとうございました。